先生の生涯での申請です、うん、で大体発病したのが12、3年くらい前、うん、で、うん、まあ、通院歴としては A 病院 B 病院で2箇所しか通ってなかったので、まあ、書類の取得とかで何か初診で証明できないとかそういった苦労っていうのは特にない事例でした、うんうんうん、ただ今回は精神で申請なんですけど、うんうん、最初の発症して最初にかかった病院では精神の病気じゃなくてパーキンソン病っていうふうに診断されてたっていう経緯がありまして、これ初診日の証明ちゃんと認められるのかどうかっていうのがまずポイントの一つになりました。で、実は A 病院って最初も発病から今12、3年って言ったんですけど、 A 病院に通ってた期間が10年くらい実は通ってて、ずっと治療も行ってたんですけど症状が一向にこう良くならないっていうので何かおかしいなっていうので B 病院にセカンドオピニオンとして転院された。で B 病院受けるとパーキンソン病って異常所見があったらこう認められるんですけど、そういうのは B 病院では認めない、パーキンソン病ではない、はい、否定されたんですね、B 病院つって。で、これはパーキンソン病から来る症状じゃなくて、うん、心理的なこう症状、精神的な症状から来る症状じゃないかっていうことで、病名が B 病院で変わった。なんとなくこう察しがいい方は気づくかもしれないんですけど、移った時の病名、まあ、今も通ってる病院なんですけど、解離性障害、解離性運動障害で、これ ICD-10 コードでいうと F の4番の症状で、先日の事例の共有の時にちょっと話があったと思うんですけど、F の4番台っていうのが諸外年金上対象外の症状になってしまうんですね。初診日の証明を認めるか分かんない、症状としてももしかしたら認定されないかもっていう2つクリアしないといけないなっていう問題がありました。でただ今の症状についてやっぱりご本人さんにお話を聞いてる限りだと、この解離性障害による身体的な支障で日常生活がすごく支障が出てるっていうのはもちろんあるんですけど、やっぱりそれだけじゃなくて気分の落ち込みであったりとか、ちょっと自殺未遂があったりとかっていうのも何度かあったりとかっていうので、身体的な症状だけじゃなくて精神的にも何かこう違う病名というか、抑うつ症状とか、まあ、気分変調症とか何らかのこう症状名がついてくるんじゃないかなっていうのは最初にご相談いただいた時に感じて、ただメインとしては解離性運動障害なので、もしかしたらちょっと難しいかもしれないですけども、チャレンジしてみましょうということで手続きを進めていきました。初診時のパーキンソン病の症状と解離性運動障害の症状っていうのは結構似通ってる部分があって、手の震えとか手足の震えとか、まあ、脱力感であったりとか、そういったところはちょっと似てるので、しっかりとどういう症状で病院行ったかっていうのと、経過の中での症状とかを申し立て書で記載することと、あとは初診日の証明、受診状況と証明書を依頼するときにもどういう主訴で来られたのかっていうところとか、しっかり書いてもらうようにして、なんとか初診としては認めてもらえるんじゃないかなっていう見立てでした。で、あとは今現在の診断書を取ると、これ診断書なんですけど、やっぱりメインは解離性運動障害だけなんですね。ただ病態としては身体的症状もあるけど、そのことによって抑うつ症状もありますよっていうのは先生書いてくださって、でこれだけではちょっと弱いっていうのがあるので、もし何かこう行動とかそういった状況が記載ができるのであれば書いてくださいっていうふうにお願いして、備考欄に転換性障害に加えて気分変調症F34.1 によるうつ抑うつ症状ありますっていうのを記載いただいて、状態としてもこれだけで見ると
2級もまたは3級っていう状況なんですけど、うん、正直出すときは五分五分かなっていう感じでは思ってました。で、診断書の記載内容だけではちょっと具体的な生活の状況とか症状のことっていうのが伝わりにくいっていうのもあるので、申し立て書の方でそのあたりはしっかりと記載していきました。で、結果としては初診日に関しては申し立てた初診日で認められてで、等級としては3級になりました。すごい。受診状況と署名書の病名としては何になってますか？はい、病名はパーキンソン病なんですね。ただパーキンソン病でも身体的な症状だけじゃなくて、こういう抑うつ的な症状もパーキンソン病にもあるみたいなんですね。っていうのをちょっと書いてもらえてたんですね。おお。はい。ただやっぱメインとしてはパーキンソン病で、治療の内容としても完全にパーキンソン病の治療内容でしたね。これって何科ですか？これが脳神経外科。精神科じゃないんです、うん、いわゆる初診日がもし誤診だったらどうなるか問題は、そうですね、多分病態が2回打っててその可能性は十分あったと思うので先生こういう判断されたんです。そうですね。結果的にちょっと違ったな、じゃあこの期間はどうなるのかって言ったら、障害認定上は一応誤診に近い初診、これを初診日として認められるんですね。全く関係がないとかってなってくると、はい、完全に別疾病の初診日ですよねとなってくるので、その当時からもその精神障害に近い状態があったことをこれにも書いていただいて、申し立て書にも書きました。この初診の受診状況と証明書にうつ病とかうつの症状があるって書いてあるのは、はいはい、それはその可能性も見越してお願いした、それともたまたま、申請傷病は伝えてはいます。ああ、なるほど、ね、うつ病で申請したいんです、精神で申請しますっていうのは伝えてますけど、特別絶対こういうの書いてくださいっていうのは言ってないです。なるほど、先生が意図を組んでくれたのか分からない、おそらくはい、ありがたい。ありがたいです。コーラに書いてもらった、はい、F34 気分変調症っていう病気でうつ症状ありますよっていうのは追記してもらったかな。あ、もう最初の依頼の時点で、もう事前にご本人さんからはもう解離性障害しか診断されてませんっていうのはお伺いしてたので、こういう病態がもし先生で確認できるのであれば最初からもう書いてくださいっていう形で依頼してました。すごい。ちょっと補足させてもらうと、はい、F44 ですけど、神経症っていう F4 って聞いたことあります？障害年金って基本的にほとんどの病気、すべての病気が対象になるんですよ。ただし神経症って言われるものに関しては対象外だよって言われてるんですね。じゃあこの理由っていうのはもう詳しく言うと疾病利得っていうのと自己治癒可能性っていうこの2つの理由があるんですけど、疾病利得、自己治癒可能性、例えばどういうものがあるかっていうと、今出てきたのは、これは解離性運動障害。解離性っていうのは、いわゆる、二重人格、多重人格みたいな、違う、解離して人格ができるとか、そういうものをイメージしたらいいと思うんですけど、他にはどんなものがあるか、新田さん。脅迫性障害。脅迫性障害。はい、他には、松木さん。パニック障害。パニック障害。そうですね。他には住みたいさん。パーソナリティ障害。パーソナリティ障害。詰まってくっちゃう。人格障害とか。そうですね。そうですね。普通こっちと一緒ですね。あ、一緒。はい。あ、適応障害ですかね。あ、そうですね。はい。適応障害。適応障害。セーフ。もう僕出ないですけど。時間切れ。DV に会った人とかが、PTSD。PTSD。でもそうですね。あれ、F4 でしたっけ ?F4 ではなかった気がします。まあまあ、ではないかもしれないですね。対象外です。この辺ってよく出てくるんですよね。特に多いのは、パニック？パニック障害多いです。で、あとは、強迫性障害も多いです。適応障害も意外とあるのかな、うん、でもこれもあるのかな、まんべんなくありますね。そうですね、この辺、この辺が出てきた時には要注意、はい、
原則は障害年金の対象外。ただし今回のようにこの神経症とは別で精神病、いわゆるうつ病とか統合失調症とかそういった症状がある場合はそのことに関して認定するよって言われてくるんですね。それを使ってうまい具合に今このあたりで補足してもらってるのはそのためなんですよ、うんうんうん、対象外の神経症だけど障害年金の対象となる精神病の症状があるよっていうのをちゃんとこの辺で主張してるんですよね、うん、それが認められて認定障害年金障害厚生年金3級が認められたっていう。でもあれですね、その請求書だとかに書く傷病名とかってなってくると、はい、やっぱここがメインになってきた。そこメインですけど、うん、はい、あえてこの括弧だけのを書きました。うんうんうん、ああ、素晴らしい。すごい。それが最初は傷病だけど、うつのような病気があったりとかすると認められますよのアピールなんですね。そうですね。素晴らしい。すごいな。最初にご相談いただいたときから解離性の運動性障害っていうことはゴーニーさんも言ってたんですよね。おっしゃってましたね、はい、受かる可能性っていうのは、はい、ゴブゴブですっていう話、ね、もちろんさっきにちょっと難しい障害年金上やっぱり対象外にされている傷病なので難しいかもしれないですっていうのはお伝えしてます。結構断られるケース多いんですよ、神経症この F、まあ、病名だけを聞いてやっぱ難しいというか基本対象外ですっていうあのでおそらくうちに電話かけてくださる方とか断られてもう電話かけてきてくれる方も多いじゃないですか、ね、そこをちゃんと組んで一緒にやってみましょうっていう。ネバーギブアップだよね。ネバーギブアップ粘り強いですよね。手を挙げたらダメですよ ね、 よね、もう一度積み立てたい